ではスマホ版のね、週刊 FP でおこうと思います。PS5 版はちょっと神引きすぎて引きましたと。メッシ、グリーズマン、マイエルにムシエラっていう、やばい引きしました。こっちでは、やばい、いきなりだ。シャビシモンズか、これ。か、ゴールキーパー、うわー、これは、いきなりか、ゴールキーパーはいらねえんだよ、週刊 FP で。まあ、いきなり外れが引いたと思えば無料分で。スヘルペン、あ、もうこれでハズレは来ないと思いたい。何の成果もありませんでした。はい、次、待てよ。次も ALDPG 来たらどうしよう。来るなよ ALDPG。 何も来るな、何もマークつくな、何もマークつくな、そのまんまつくな。あー、ついちゃった。これグリマルドだね、ひょっとして。あれ？これ当たりでしょ？このサイドバックの人。これは来ましたね。いやー、でも左サイドバック結構あるんだよなー。うん、でもこれは当たりで、実はね、右、左のサイドハーフで使うといい選手なんだよね。隠しパラメータで95とか行くんだっけ？すごい、この、いい感じ。うん。カラスコと置いてみたいな、これ。よし。じゃあ次、ムシアラ。ムシアラ来ないかな？ムシアラが来ると嬉しいんですが、グリーズマンとムシアラがダブル引きしたいな。 PS5 版、ダブル引きしちゃいました。何？リーグアン、どっちのあたりですか、これは。どっち？うっ、これ、え、マイエルだ、多分マイエルだ、これ。よし、これは結構いい感じなんじゃないですか。引き強、今回引き強、我が輩今回引き強。嬉しい。何の成果もありました。ロック。はい、次。あと2回。バイエルンからスーパーサブを補強したい。ラリーガでもいいけど、どっちだ。ラリーガ。あー、ラウタロか。ラウタロでね、文句言っちゃいけないんだけど、ラウタロは正直あまり使った記憶ないし。うわぁ、ラウタロか。正直使わないんだろうけど、でもデパイみたいにね、使ってみたら実はってことがあるから、ひょっとしたらどうなのかな、このラウタロ。どうなのかな、ひょっとしたら使ってみたらってやつかもしんないな。じゃあラスト、引き強な俺を信じてお願いします。俺は今目をつむって開けてしまった。これはマジか。うわぁ、何の成果もありませんでした。グリーズマン、ムシアラ、欲しかった。